佐藤さん、しおこれでございます。曇りです。今日は服装間違えたね、歩いている人も厚着の方が多いですね。東京は日曜日の雪から曇りの日も続いてまして、今日も多分午前中は雨が降ったんですかね。お昼の今12時15分ですよ。それでもなおちょっと暗く感じるので、GoPro の ISO 感度をちょっと上げてる、そんな感じですね。朝の7時ぐらいに目を覚まして、窓を開けて確認する前にもう雨が滴るような音が聞こえましたので、これは雨が降っているんだと思ってね、そこからもう外の景色などを確認することなく普通に犬の朝ごはんをあげたりトイレ行ったりなんなりをして、もう一度二度寝をするという選択を取りましたので、今日は朝朝食を買いに、お昼ご飯を買いにという理由の運動ですね。ウォーキングローソンもしなかったんで、このような形でスーパーへ惣菜を買いに行こうという次第でございます。ちらほらと雪も残っていますね、まだね。もう本当氷だね、これはね。桜はまだ元気に咲いていますけど、これ以上雨が続くとなんかポタポタと落ちてきそうですね。ポタポタと落ちるっていう表現合ってます？ひらひらか、ひらひらですね。そういえばね、歩いてる時に面白くもありちょっと不気味なものを見つけたんですけど、人が神社なんですよ多分。ちっちゃい鳥居があって、入り口がですね、人がこう交差することのできない一方通行ぐらいの階段20段ぐらい上がっていくと一気に世界が広がるんですね。ちっちゃなドラえもんの空き地みたいなぐらいの広さですかね。でもね、何神社とかっていうのを見つけることができなくて、表札みたいなのがないんですよ。でドラえもんの空き地のちょうど土管が置いてあるぐらいのところにちっちゃいお家っていうのかな、神様、神社だから神様ですよね。住んでらっしゃるようなところがあってさ、でただお賽銭箱みたいなものもないんですよ。本当にもうそこにそれだけ残されてる。わかんないけど、そういうのって取り壊せないんですかね、わからないが。でまあ入りましたから、一応その2例2001例ですかさせていただいて、ちょっとお邪魔しますねっていう感じでそこの中をぐるぐる回ったそうとした時にですね、ふと左側に目を向けますと井戸みたいなのがあるんですよ。もう近寄りたくなかったから、もうどれぐらいですかね、例えば小学校とかの教室の一番後ろから教卓それを見るぐらいの距離だったんですけど、井戸なんですよ多分。1ヶ月か2ヶ月ぐらい前にね、リングと螺旋を見たんですよ。だから余計近づけなかったですね。リングがどれだけリメイクされてるのかどうか分かりませんけど、松島奈々子さんと真田広之さんのやつで、螺旋は通常リング2みたいな形なんですけど、なんか2部あるんですよ。2部エピソード、なんて言ったらいいんだろう、アルファ世界線ベータ世界線みたいな感じですかね。助手であった中谷美紀さんが、思い出せないけど恋するかしないかみたいな、そんな世界のその境界線があったんですよ。多分不評だったりなんかもうちょっと違うのないのっていうことで再登場したんだと思うんですけど、どれぐらい前なんだろうな、あれ20年ぐらい前なのかな。真田広之さんっていつ見ても真田広之ですよね。どの時代を見てもかっこいいんだな。それに輪をかけて松島奈々子さんも20年ぐらい前に子供を持ってる母親の役をしてるわけですよね。それもすごかったな。都市封鎖デマ拡散なんていうね、そういうニュースもちらほらとありますけれども、中国おとなしいですよね。何の新たな発表もないけど、規制してるんですかね。全人口も把握できてないでしょうしね。寒いな。なんかこう春になって車の暖房をつけるっていうことがちょっと負けな気がしてね、ちょっと今耐えてるんですけど、手先が凍ってきましたね。つけちゃう？いや、まだ我慢できるな。手先を動かしておけばいいんですもんね。今映像に映ってるかどうか分かりませんけど、フロントガラスの前にでっかい蚊みたいなのがこっちを威嚇してますね。怖っ。これすごい素人ですけどっていうか、無知すぎてすごい変なこと言っちゃいますけど、これ感染者の血液を蚊が運んで違う人の差し口にプチってやってっていうのは大丈夫なんですかね。もうこれから虫いっぱい出ますよね。血液感染のものじゃないのかな、どうなんでしょうか。そういうのも分かんないっていうのがあれなのかな。公園にもお昼人はいません。これは純粋に寒いからでしょうね。暖かくなったら
人も出てくるでしょう。なんかニュースでリモートでビデオ会議するようになって、そのビデオ会議アプリが流行っていたりだとか、あとはなんかすっぴんで、カメラ側の技術なのかソフトウェア側の技術なのか分かりませんけど、メイクをしたようにするとかさ、部屋の後ろを汚いの隠すとかさ、そういうの特集してたんですけど、そこにお金出してそんなことまでする必要ってあるんですかね。カメラオフにすればいいじゃんって思うし、最悪画面共有でなんかこう議事録書いてますみたいなのを共有しておいて、自分顔映ってないけど仕事してます感を演出すればいいのにね。なんか顔と顔をこう合わせ合って話しましょうっていうのはなんか素人臭いなっていうのを見てて思いましたね。何の工事ですか？すいません。足場を作ってらっしゃるんですね。さあ、目的地に着きましたよと。せっかくなんで、今のニュースでも見ますかね。三越伊勢丹、首都圏で土日休業、あらそう、三越はっていう言い方はよくない。伊勢丹とかも、特に新宿伊勢丹とかね、ああいうとこってもう観光客の人向けですからね、インバウンド戦略で大成功を収めていて、その人たち来ないってなったら、まあ百貨店はどこがブランド1位とか売上1位とか知りませんけど、3番手4番手らへんは銀座、新宿、恵比寿はそうでもないのか分かりませんけど、そういうところは閉店またはブランド合併みたいなね、高島屋伊勢丹とかね、そういう感じになるのかもしれませんね。これでね、堀江さん公開イベント永久中止っていう見出しだけですけど、これは何でしょうね。プロレスですね。ドラゴンゲート 4.4 神戸無観客大会開催決定。無観客か。しかもドラゴンゲートはこうお客さんとのコミュニケーションが非常に楽しい団体ですからね。ドラゴンゲートは今もう新日本プロレスロスインゴですけど、高木が暁としてやってる頃にね、大和選手かな、メッタメタにしてる時に戸沢選手が確かどうのこうのみたいな、そういう時が一番好きでしたね。あとはまあ志村けんさんへのお言葉だったりっていうものがつらつらっとありますね。基本あんま芸能ニュースとかこう見出し釣り、タイトル釣り、いわゆる YouTube でいうサムネ釣りですよね。そういうのがあるからあんま興味ないから見ないんですけど、特にこう経済だとか国内系のそういうニュースを見ても、コロナコロナコロナで志村けんさんっていうのに、こうそうかって思ってプロレスの、ニュースを見て読む、そんな日が毎日続いています。一個面白いのありましたね。入社式とか、その辺の判断を政府はまだかみたいな、なんかそういうニュースを見ていますけれども、気づかないとダメだね。入社式なんて必要ないっていうことをね、やらない方がいいですよね。その密集どうのこうのじゃなくて、あんな時間な無駄なこと必要ないですよね。社長のお言葉的なやつとかもなんかね、メールで配信して見たい人だけ見てくださいぐらいでちょうどいいですよね。もうバルセロナの選手給与減俸どうのこうのっていう見出し気になって押しそうになりましたけど、やめておこう。なんかこういうのありますよね。読めばいいんですよ、別に無料なんだから、クリックして読めばいいんですけど、なんかちょっとなんかよくわかんないからやめておきましょう。最後に、夜の僕のルーチンワークですね、漫画を読むというところでは、最近はですね、イリュー、坂口健二さんが主演やっていたドラマの漫画ですね、まあ漫画が先でしょうけど、当然イリューを、全25巻ある中の1巻目を今日の夜から読もうとしています。そんな感じかな。医療ドラマで僕好きだったのは、嵐の二宮くんと竹内理央馬さんだったかなとかのやつ、ブラックスワン、名前違う気がする、ブラックペアン、ブラックスワンって何、ブラックスワンって何ですか、映画でしたっけ、なんかバレエかなんかの映画だっけ、なんかミュージカルだかなんだかの主演を取り合うみたいな、そんなやつでしたっけ、ブラックペアン、思い出した、よかった、ブラックペアンが僕はすごい好きでしたよ。あれをぜひとも2をやってほしいなと思いながらも
今は医療を読むという生活をこれから送りたいと思います。そんなところで今日は終わりたいと思います。しょうこれでした。また明日ごきげんよう。バイバイ。